AKB48 チーム A の向井地美を21が4月から AKB48 グループの総監督に就任すると3月19日に発表された。高橋みなみ27いや横山由依26に続き3代目を務める。昨年12月に開催された AKB48 の13周年特別記念公演で、現在の総監督である横山から直々に指名されていた向井地。19日にツイッターを更新し、4月1日から正式に総監督を引き継がせていただくことが発表されましたと報告し、さらに指名されてからこの4ヶ月間、横山さんの隣で学んだことや初めて気づいたことがたくさんありますと明かした。また、皆さんに応援していて、心から楽しいと思っていただけるように、総監督として48グループの力になれたらと思います。よろしくお願いします。と綴った。今回の発表に、ツイッターでは、1日足らずで4200回以上のリツイートや2万1000回以上のいいねを記録するといった反響が、さらに期待の声が上がっている。ミーオーの時代来た。可愛いし、神対応、努力家で、AKB48 センター試験で3位になるほど、頭が良くて、AKB 愛は強い期待してます。ファン目線でいろいろ、ツアーとかコンサートを企画して実現してくれそうだから、期待してるよ。ミーオンちゃんの覚悟、リーダーシップ、AKB 愛期待しています。もともと、子役として、ドラマ、アンフェア、フジテレビ系に出演するなどの活躍をしていた向井地。一旦は芸能活動を休止したものの、 AKB48 に入るためにカムバックしたという過去を持つ向井地さんは、もともと握手会に通うほどの AKB48 好きで、加入してからは総監督になりたいと公言するようになりました。そこには自分が引っ張ることでもっとグループを盛り上げたいという熱い思いがあったといいます。グループに関する知識量も豊富で、その AKB48 愛はファンからも一目置かれています。そのため横山さんも、この子しかいないと太鼓判を押しています。音楽関係者、これから向井地がどんな AKB48 を作るのか期待したい。